ありえない幕開劇その5、おじさんの帰還。オレキさん、大変です。なんだチタンだ、血相変えて。おじが、関谷純が生きていました。何？インドの日本大使館から連絡がありました。ベンガルの奥地で発見されて日本に帰ってくるそうです。なんとまあ、よかったじゃないか。はい。ですが、無事だったんだろう？嬉しくないのか？もちろん嬉しいんですけど、同時におじから手紙が来まして。ほう。なんでも OB として久しぶりにこのコテンブの様子を見たいと。え、来るっていうのか？ここに。はい。手紙によれば、ちょうど今日。よし！古典部の部室はここかな。あ、はは、なんだなんだ。放課後の密室で男女が二人。あは、こりゃ、邪魔しちゃったみたいかな。え、誰？何？おじさん！そうです。私がおじさん、関谷純です。ええー？純情の純と書いて関谷純。45年の時を超え、ちんたらやってまいりました。古典部よ、私は帰ってきた。なんつってな。うわぁ。おじさん、本当におじさんなんですね。もちのろんよ。おぉ、エルタン、久しぶり。エルタンって。おじさん、お会いしたかったです。エルよ。大きくなったな。最後に会った時はいい感じの小学校低学年だったのに、こんな立派に成長しちまって。おじさん、ほんとがっかりだわ。いや、そこは喜ぶとこだろう。さうさ、まああれよ、めっ子がこんな黒髪ロングの隠れ巨乳に育ったら嬉しいに決まってるだろう。最低だ、あらゆる意味で最低だ。つうか、さっきからぐだぐだうるさいの。エル、この若いのは何者なんだね。オレキ宝太郎さんです。おじさんが残した評価の意味を解いてくれた恩人なんです。なんだと、君が？ええ、まあ。ふざけるな、エルとの交際は認めぞ。話聞いてたのかよ。鏡を見ろ、その眠たそうで半眼なイケメン面。やれやれだとかクールなふりして周囲の女を独占する主人公の顔だ。何その偏見。いや、おじさんは知ってるよ、絶対騙されない。おい、チタンだ、本当にこのおっさん、あの関谷純なのか？そのはずですけど、もうちょっとおとなしい人だったような気が。あ、なんだその態度。私を偽物だと思ってるんだろう。まあ、評価なんてタイトルに自分の本音をこっそり忍ばせるような人物にはとても思えないんだが。ああ、評価ね。あの時、すっごくアイスクリームが食べたくてね、なんとなく決めたんだ。それが真相？もちろん、深い意味も込めた。心の底からアイスクリームが食べたいと。全然深くありません。まあ、昔からおだてに弱くてね、抵抗運動のリーダーに、なんて祭り上げられたらノリノリでしたわ。単位も取れなくて、中退は時間の問題だったし、むしろ学校辞めてせいせいしたね。うわぁ、なんかもう台無し。でも、閣議場の火事なんかで責任を取らされるなんて。ああ、あの火事ね、痛ましい事件だったけど、あれは仕方なかったんだよ。おじさん。だって火つけたの私だから。おい！あの晩はつい盛り上がっちゃってね。柔道部に嫌いなやついたからどさくさで、いやー、すっきりしたわ。実際ひどいです、おじさん。じゃあどうしてあの時小さな私にあんな話をしたんですか？あんな話？評価の意味を聞いた私に強くなれと。もし私が弱かったら悲鳴も上げられなくなる日が来るって。ああ、言ったかもな。痴漢にあったら悲鳴を上げろとか、そんな感じのことを。あ、そうだった。エルタンも、この男には気をつけろよ。挙句に痴漢呼ばわりかよ。ひどすぎます。ああ、もう何が何だか。とにかく落ち着け、痴漢だ。
すげえ変な夢見た。つうか、関谷潤が放火犯か。ないわー。